こんにちは、浪人プーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちらジェルシートクッション、こちらになります。テレビショッピングなんかでですね、卵を置いて座っても割れないというクッションみたいなのあると思うんですけど、ちょっとそれとはですね、また違う発想のシートということになると思います。椅子に置いたりってする座布団になります。こういう風にですね、タイルみたいな配置になってて、蒸れないように空気通りできるようなデザインになってます。ジェルになってます。どっちかというとですね、座り心地はね、柔らかいんではなくって硬い感じになります。座った感じ見ていただきたいと思います。付属しているカバーですねをつけています。こちらですね、裏面の方ですね、ポツポツのゴムみたいなのがついててですね、滑ることがないようになっています。ドラム用の椅子になっちゃうんですけど、座ってみたいなというふうに思います。座った感じですね、これね、先ほど言いましたようにね、結構ね、硬いんですよ。他のですね、腰痛対応っていうのがですね、結構柔らかめになってるのが多いんですけど、こちらはね、どちらかというと硬めっていう感じですね。デザイン的にね、こういうタイルみたいな感じになってるので、そのタイルの上にですね、座っているような感じがします。一番の特徴は、お尻がね、とてもね、ひんやりとします。気持ちいい感じになります。これ夏場は特に一番いいんじゃないかなっていうふうには思います。腰痛とかですね、それが一番は座骨神経痛ですかね、効果があるということで、この座面に対してですね、この体圧っていうんですかね、重さがこの一部のお尻のところにですね、集中する。よくこの尾骨とかですね、お尻の出てるところだけにですね、集中するのではなくって、形状がですね、分散させてくれてるということが、座骨神経痛とかですね、腰痛関係のですね、お悩みの方にはですね、軽減されるのかなと。椅子置いてますけども、地べたに置いて座っても座布団として使ってもいいのかなというふうに思います。めっちゃ硬いわけではないんですけど、硬いものの上に座ってるという印象を受けます。好みなのかなというふうな気はします。数時間使ってみたんですけども、印象的に一番残るのは、先ほども言いましたように、お尻がね、爽やかというか涼しいというか、結構こう熱でもってこの股間あたりって熱くなったりすることがあるじゃないですか。そういうこともなくですね、気持ちよく座ることができました。卵の上に座っても壊れないっていうやつはですね、結構ねペコペコなんですよ。ペコペコ。それに比べるとこちらの方が安定感は高いのかなっていう気はします。裏側はですね、こういう低反発のウレタンがですね、ベースの部分になってます。その上の部分にですね、このジェル、特殊なジェルですね、はい、こういう特殊なジェルが上にかぶさってるという形になります。風通しっていうんですかね、この隙間があることで、お尻の間、足の間に空気が流れ込んで、蒸れた部分をですね、風通しを良くするというふうな形になっているというふうに思います。実際に手にして触ってみないとわからないんですけど、ぐにゅぐにゅということで、あとはこの耐久性がどうなのかっていうのは、これ使ってみないとわからないんですけども、少なくともハニガム構造で卵が割れないというシートに比べると、圧倒的にこれ分厚いので劣化はしにくいんじゃないかなというふうな気はします。非常にね、ユニークな形状と手触りっていうんですかね、していると思います。
ちょっとこの状態でもう一度座ってみたいと思います。下がですね、柔らかいスポンジですねがついているドラムの椅子の上にですね、低反発、そしてその上に柔らかいジェルという形で今座ってます。はい、これない状態で座るよりもですね、お尻っていうあたりがですね、負担が少なくなって、そして一番は何回も言いますけど、本当にお尻がひんやり、冷えてるわけじゃないんですけども、ひんやりとした感じが続きます。なかなかね、気持ちがいいのかなというふうに思います。ひんやりしてる部分がですね、カバーを取り付けてもひんやりしてるんですよ。熱吸収もしてくれてるような感じがするんですよ。本当に不思議な座り心地です。硬くはないけど硬い感覚があって、少し浮いてるような感じ、それはこの空間があるから浮いてるような感じになるのかなというふうには思いますけども、硬くはないんだけど硬く感じるという不思議な感覚です。体圧分散されてるのでそうなるのかなというふうに思います。今ね、普通にクッションだけしてるとこうね、体がね傾いてしまうんですよね。ジェルシートクッション、こちらの方ですね。そうするとですね、はい、こうなんかね、全体的に安定するんですよね。学習机の椅子、お仕事で使われてる椅子、それから車なんかでもですね、今現在使ってる感覚とは違う座り心地になると思うので、ぜひ一度お試しいただいてはどうかなというふうには思います。カバーの方ですね、洗濯することができるので、いつでも綺麗な状態でこのジェルシートをですね、座っていただく、使っていただくっていうことができるんじゃないかなというふうに思います。ちょうどいい塩梅の硬さでですね、安定した座り心地を実現してくれるのかなと。それが結果としてですね、腰痛とかそれから座骨神経痛の痛みを軽減してくれるんじゃないかなというふうに思います。体圧分散ということなので、お尻にですね、なんかおできとかできてですね、たまたま場所がピンポイントにおできができて座るたんびに痛いというような方もですね、押さえつける力が分散されるので、その分痛みが軽減できるんじゃないかなということで、ちょっとねお尻に問題があるような方はですね、ぜひお試しいただくといいんじゃないかなというふうに思います。蒸れてですね、背もみたいなのができる方もですね、こちらですね、蒸れにくくなってるので、そういった方にもですね、1枚これですね、椅子の上に置いていただくだけで軽減できるというふうに私思いますので、ぜひご活用していただければいいかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。